皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はフリートークというか、まあ、ほぼほぼ雑談っぽく、才能とは何かみたいな話をさせていただこうかと思います。まあ、分かりやすいテーマとしてね、僕自身がなぜ上手くならないとか、自分には向いてないとか、なんか自分には無理だみたいな、そういった弱音を吐かないのかっていう話になってるんですけども、結果的に才能があるっていう状態はどういう状態なのかっていう話につなげていこうかなと思います。少なからず皆様もね、今まで新しいチャレンジをする中でうまくいかないなとかさ、なんか自分には向いてないんじゃないかなとか、才能がないんじゃないかなっていうふうに思ったこと少なからず、あると思うんですよ。けれどもね、そんな時こそ、今日僕がする話をつらっと思い出していただいて、ああそういう考え方もあるのかみたいな感じで、参考にしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。まず命題の僕がなぜ上手くならないとか才能がないとか、そういった弱音を言わないのかっていう話なんですけれども、これはですね、一言で言うと見積もりをちゃんとしてるからっていうことなんです。まあもちろんね、その性質として、性格として、あんまりこの弱音は言わないようにしておこうみたいな気持ちもなきにしもあらずなんだけども、もうシンプルに見積もりをちゃんとしてるからなんですよ。新しいチャレンジをするときに、このくらいの時間、このくらいの労力は必要だろうっていう見積もりってことです。例えば僕が新しいチャレンジをして、このギターを弾きたいと。で、そのギターをジャガジャガと弾いて、この弾き語りとかしたいなって思ったとするじゃないですか。で、その時のこの結果、目標、ここにたどり着きたいっていうこのね、ゴールがあるわけですよね。ここの距離感をちゃんと見積もるんですよ。このぐらいの努力だ、このぐらいの努力とか、このぐらいの時間とか、このぐらいの行動をして、こんだけやれば、まあ、たどり着くんじゃねえかな、みたいな。ここでその何か新しいチャレンジをする中で、自分には向いてないとか、うまくいかないみたいな感じで、この嘆いてしまって途中で諦めてしまう人は、大体この見積もりが甘くてすごい近くにあるんじゃねえかとか、この道じゃ楽なんじゃねえかっていうふうに思ってしまって、思ったよりも大変だぞこれは、自分には向いてないっていうふうに思ってしまうことがほぼほぼだと思うんですよ。例えば僕今アルトサックス、10日前ぐらいにアルトサックス買って今ブーって吹いてるんですけども、なんかね、やっぱ吹けない曲すごくたくさんあるし、具体的に言うとそのオーバートーンというテクニックが全然できないんですよ。本当ね、できる兆しが見えないぐらい。けれどもそのオーバートーンっていうね、そのテクニックができるようになるためにはね、結構遠いなと思って、でこのね、相当距離があるし、相当なこの時間かかりそうなんだけれども、なんか割とこういうのに慣れてるからね、こんだけいけばできるだろうみたいな感じで、こうちゃんと見積もってるから、あんまりこう弱音を吐く気になれないと。オーバートーンできないけれども、できないってこの、ね、堂々と言えるほどの、まだね、このね、それに見合う努力とか見合う時間とかかけてないからね、まだ言う資格がないみたいな感じに思ってるタイプなんですよ。もうめちゃくちゃ時間かけて、もう頑張って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 、さらに頑張って頑張って頑張ってやってできなかったら、その時は、うん、向いてねえって思うかもしれないんですけれども、まだそのね、向いてるか向いてないかを判断するところまでまだ時間を使えてないので、まあ、初めて10日だからそれはそうなんですけども、っていう考え方で、その何事も、チャレンジをしてってる感じなんですよね。なんでその昔僕がそのアドビ製品を使って、そのフォトショップで写真加工したりとか、まあイラストレーターを使ってそのデザイン的なことをし始めた時に、まあ全く分かんないからさ、この本を買ったわけなんですよ。書店に行って、なんかこうね、初心者向けのこの講座みたいな本で、そこですごく思ったんだけども、なんかね、どの本もね、なんかこう1週間でマスターとか、誰でも簡単スラスラみたいな、なんか本当にもうね、30分でマスターみたいな、なんかそういう本がすごく多くてさ、まあ別にそういうのがダメっていうわけじゃないんだけども、僕はそのイラストレーターとかフォトショップをこの使えるようになるまでのプロセスを結構見積もってるから、これが近いよって言われてもね、嘘つけよって絶対思っちゃうんですよ。それよりもさ、なんかこのフォトショップの恐怖分でさ、なんか血へど吐きながら覚えるフォトショップとかさ、なんか泣きべそ書きながら覚えるイラストレーターみたいな本があった方が、あ、なんかすごいこの距離感、なんかめちゃめちゃ遠く感じるから、これすごくいいみたいな感じになんか思っちゃうんだけど、なんかそういう考え方があるからって感じなんでございます。で、まあそうやってね、その距離感みたいなのをちゃんと見積もってやってるから、なんかあんまり弱音を吐かないっていう話なんだけれども、でもね、そのね、距離をね、このバーッと歩いていく中で、やっぱね、分かんないこととかも多々あるわけなんですよ。いろんなチャレンジ僕はたくさんしてきたんですけれども、唯一2つ、これは向いてねえってね、本当ね、心の奥底からね、思ったことがあって、まあ今までも話したことあるかもわかんないんだけども、1つ目はね、ダーツ、あの投げるダーツがね、1年半ぐらいめっちゃやった。
本当にやった。家にダーツボードも置いてやったし、その、ね、あの仕事行く前にその、ね、朝練とかして、で仕事終わったとかもね、本当深夜までダラーみたいな感じで、そのめちゃめちゃ投げ込みまくったし、もう本当毎日毎日週5とか言ってもね過言じゃないぐらいね、めちゃくちゃやったんですよ。でそれらを1年半くらい続けて、まあね、あの B フライトっていうなんかこのあるんですけども、そういう階級みたいなのがそこまで行って、結局その CC っていう階級、 B っていう階級みたいな感じで行き来してる時に、もうこれは多分ね僕才能ないわと思ってね、やめたんですよ。なんで才能ないかって思っちゃったかっていうと、やっぱりこうね、時間をかけてこのバーッと歩いてたんだけども、単純に改善点が分かんないんです。自分の何が分からないのかが、何がいけないのかが分からない。そうで、ずっと投げ込む中で、そのね、体の動きとか、そのね、感覚とかっていろいろあるわけなんだけども、それの何がまずって今失敗しているのかが全然分かんないんですよ。多くの方は、その間違えるから失敗、間違えるから才能がないとかさ、その失敗しちゃうから向いてないとかって思っちゃうかも分かんないんだけども、間違えたり失敗することはね、すごく大事なことだと思うんです。すごく大事なことっていうか、むしろそれがね、大事。それが全てなんですよ。で、間違ったり失敗したりする中で、自分の今のこのスロー、どこどこがいけなかったから、次はこうしようとか、あ、今のこのスロー、投げた瞬間に、あ、今失敗こいたわ、こういう失敗するだな、ほら、そういう失敗した、みたいな感じの予見とかもあったりとかするんだけども、僕はもうひたすらこう投げ続ける中で何が悪いのかね全く分かんなかったんですよ。でこれでもうね、あ、向いてないと思って、1年半くらいやって、そこはもうスパッと、もう投げるのやめたんですけれども、まあそういった中でその、ね、失敗、本当にその才能がないっていうのはそのね、なんだろう、その失敗とか間違いとかを繰り返す中で自分の改善点が全く分かんないっていう状態だと思うんです。でそこのなんだ状態にたどり着くまでにそこそこやっぱ時間が必要なわけであって、まあ、とりあえずねひたすらやって、僕も今アルトサックスバーッとやってますけども、もしかしたらずっと続けていく中で、あ、これ向いてねえわと思ってやめるかも分かんないんだけども、そんな感じで、2つ目の、僕がそのねやめてしまったことは HTML ってやつなんです。まあ、平たく言うとそのホームページを作るそのパソコン の, そのね言語なんですけれども、 HTML もね全然ダメで、そのタグがうんたらかんたらとかディブがうんたらかんたらみたいな、そういったことは全て理解できるんだけども、そのね設計をすることができないんです。もう根本的に、性格的に。例えばこういう YouTube の動画ってあるじゃないですか。結構多くの YouTuber さんが、まあこうギターレッスン系のYouTuber さんが、溝下さんとかもね、もうそうって言ってたけど、リッキーさんとかもそうって言ってたけども、まあ、結構台本書いてるって言ってたんですよ。撮影する前にもうこういうことを喋るって感じで台本書いて、で、それを台本読みながらこう喋ってるみたいなことをおっしゃってたんだけども、僕それがね、全くできなくて、なんでかっていうと、喋り始めないと何が喋りたいか、何を伝えたいのかね、わかんないんですよ。そこの状態に、ね、行ってみて、あ、こうしようって思いつくタイプなんで、そこに行かないとわかんないみたいな。例えば旅行行くにしてもさ、まあどこどこその京都に旅行行こうつって、で京都の観光地を調べたりとかするんだけども、実際のところ行ってみないと、どういう景色で、どういう天気で、どういう人混みで、で自分の気分がどうなってるのか分かんないから、行ってから考えるっていう、そういうタイプの人間なんです。行く前からね、こうしてこうしてこうしてがね、できないのよ。で、HTML ってそのね、もうね、ホームページのその設計に関してはね、そういう計画性がね、むちゃくちゃ大事で、行き当たりばったりで行くとすると、もうね、大体やり直しになっちゃうんですよ。だから本当に、HTML やってる頃とかね、ちょっと組むじゃない?この形を。ちょっと組んで、コンテンツをはめていくと、あ、このコンテンツのために設計ちょっとやり直そうつって、また結局、また一からやり直すんですよ。で、あ、やり直しして、こうやってこうやってこうやって作った。あ、ちょっとこの辺こうしたいと思ったら、また一から作り直してって感じで、もう、めちゃめちゃ時間かかって、これは向いてねえと思って、HTML はやめたって感じなんですけども。そんな感じで、この僕の2つの、向いてないことがあったわけなんですけども、まあそんな考え方で、この生きていってるわけでございます。どうでしょう、なんとなく分かりますでしょうか。で、間違いとかその失敗とかからその改善点を探るってこともそうなんだけれども、そうだな、それに気づけるか気づけないかってのもね、まあ、一つの才能であるんだけれども、考えてるか考えてないかっていう意識の差もあるような気がするんですよ。これちょっとまた一つのその才能の形だと思うんですけども、ちょっとねこの話はね、また僕の新しいチャレンジとか経験の中で歌の話をちょっとさせていただこうと思います。歌の話、まあ平たく言うと僕そのね、もともと歌はあんま得意ではなくて、そのまあ単純にあんま上手くなくて、でなんだろうな、そのまあ音程も悪ければリズムも悪くて、まあいろいろこうね、たくさんあるんだけれども、あのね最近すごくね歌の練習をしてて思うことがあるんですが、前はね歌いながらね考えてなかった
ってのがすごくあるんです。まあ、さっき言ったその自分の間違いとか、なんかこの失敗とかある中で、なんか何が、どこを間違えてどこが間違ってないのかをね、考えてなかったというか、もう本当単純にもうね、とりあえずやってるだけみたいな感じで、声を出してるだけみたいな感じで、その自分の出してる音がちゃんと合ってるかどうか、その上下左右に、音程だったりとリズムだったりとか上下左右に合ってるかどうかってことをね、考えてなかったなって、すごく思うんですよ。見てなかったというか気づいてなかったというか見ようとしてなかったというか、でそれに自分がそういうふうにこの考えてなかった見てなかったんだなってことに気づいてから、まあ、ちょっと自分でねまだまだだけども、ちょっといろいろとこの変化というかあったりとかして、あこういうことだなっていうのがすごくあってですね、なんかそのダーツとか HTML とかにも関してもなんかねもうちょっとこう、ね、具体的にその自分がどうすべきなのかちゃんとどうなってるのか、その適当に投げるだけじゃなくてその投げてる時のその感覚とかもっと客観的に見れるようなマインドみたいなのがね持ててたらね、ちょっとまた結果違ったのかもななんて最近すごく思うことがありまして、まあそんな感じで、歌ってる時に何も考えてなかったっていうことがすごくあるんですよね。なんでちょっとこの辺で皆様のその新しいチャレンジに置き換えて、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、例えばその僕のギターとか、ダーツとか HTML とか歌とかのより皆様が今新しいチャレンジをしていることあると思います。そのチャレンジをしている中で、まあ、間違いとか失敗あると思います。その間違いとか失敗とかをした瞬間に、見つけた瞬間に、作った瞬間に、あ、俺今間違えたなって気づくことってありますか？間違えた瞬間に、あ、今俺失敗したわって、客観的に気づけることってありますか？もしそこで気づけてるっていう場合は、多分改善点もなんとなく見えてくると思いますけれども、客観的に見れてなくてうまくいってるかどうかすらも分かってない状態少なからずあると思うんです。ちょっとねこれからねその新しいチャレンジ、それがスポーツだったり音楽だったりとかなんだか分かんないけれども、するときにもっとね自分のねアクション行動とか、まあ、気持ちとかマインドとか、まあ、そういったものをねめちゃめちゃこう見つめてみると、なんかね新しいきっかけみたいなのがねなんか出てくるような気がするんですよ。それが難しければね、まあ、音楽とかだったらその自分の姿を録画するとか録音するとかで客観視することもできますし、そのスポーツとかも動画を撮ることで客観視することができると思います。そんな工夫とかをしながら自分がどういう動きをできしてるのか、どういう動きができててどういう動きができてないのかっていうのをめちゃめちゃ集中して、めちゃめちゃ集中して自分の体と対話をしながらチャレンジするなんてことをちょっとやっていただけると、なんか新しい扉が開くような気がしてる昨今です。なんで皆様もですね、ちょっとそんな新しいチャレンジをするときに、気持ちを思い出していただけたらすごく嬉しいなと思います。てなわけで、とりあえず現段階の僕の中の結論として、その才能がある状態っていうのは具体的に言うと、間違いとか失敗とかを繰り返す中で自分の改善点をちゃんと理解できる人だと思います。でその理解できたならば、もちろんその、ね、改善して上手くなるし、でその上達するし、でその、ね、見つけるスピードとかも速くなるからさ、また上達そのスピードがこうバッて上がるわけですよ。そんな話でございました。うまくいかないから、失敗するから、才能がない、向いてないとかって嘆く方も多いかと思うんですけども、それは一旦ストップ。時間をかけて、労力をかけて、行動をして、自分のこと、心と、もうめちゃめちゃ対話をして、そこから、ちょっとね、向いてるか向いてないのか、才能がないのか考えてみたらいいんじゃないのかなと思った次第でございます。そんな感じ。それではまた長くなりましたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。何か思うこととか感想ありましたら、ぜひバシバシとコメント残していただけたら幸いでございます。それではさようならの前に、私、滝沢克成、YouTube メンバーシップ、ジャワ会になる、なんかこう、ファンクラブというか、なんかオンラインサロンみたいなことをやっております。結構ね、みんなでこの和気あいあいと、なんかこの動画とか日常とかを投稿し合ったりとかして楽しくやってますし、僕自身もね、結構皆さんと一緒にこうね、密にコミュニケーション取ったりとか、会話をしたりとかしてますし、月に一回なんかこうね、なんかオンライン飲み会みたいなこともしたりとかして、そんな楽しいことをたくさんやっておりますので、もしよければ、下の方からですね、リンクをポチッとクリックして入会してみていただけたら幸いでございます。1ヶ月だけでもいいので、ぜひご検討くださいませ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さようなら、ハバグッチャワデイ。